こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、テンポをアップするための脱力の仕方っていうのを質問がありましたのでやっていきたいと思います。まず脱力っていうのはどういうふうにすればいいかっていうとですね、まずその、こう力を抜こう抜こうと思えば思うほど力が入るので、ヨガの考えではですね、そのぐーっと力を入れて抜くで、まあ、息はハァーって吐く、なんかため息をつくみたいにこう力をフォンって抜くみたいな感じなんですね。で、例えばこういうテンポをこう早打ちをしてる時にこので、まあこのこのぐらいのテンポは全然問題ないと思うんですけど、まあ、テンポが速くなってきた時、例えば160ぐらいとかになってくるでしょ。だいたいみんな160で一回詰まるんで 1,2,3,4 で、だんだん力が入ってくると跳ねなくなっちゃうんですよ。リバウンス使えないので、だからこういう風にするんですけど、で力が入ってきたらグーッと力入れてハッて吐く。で160ですごい停滞してる人は全然そこから進まないですっていう人は揺さぶり奏法って言って、まあ、逆に180ぐらいで、180、160が苦手な人は180しんどいんで、ずっとじゃなくていいんですよ。1,2,3,4難しいなみたいな。でも、ま、1,2,3,4 これ1小節が、次できたら2小節せーの、あ、力入ってきたなと思ったらギューっと、はあ、これ2小節いけた。でそれから160に戻すと超余裕になったりするんです。おっそみたいな感じになるんですね。でこういうのって、速度って僕はなんとなく動体視力だと思ってて、速い速度、もう極端に速い速度になれると、まあ、戻ってきたらすごいゆっくりじゃんって思えるようになってくるんです。そうすると拍のスペースっていうのが広がるのね。だからテンポ200っていうのが僕はまあ基本推奨だし、僕の師匠みんな、ね、大阪さんも菅沼さんもですね、斉藤ジムさん、みんなテンポ200は絶対って言われたんで、もう200ぐらいっていうのはやっぱりすごくこう、まあ、世界速最速が300ぐらいなんで、だから200っていうのはやっぱりキープしなきゃいけないんですね。でそうすると、まあテンポ200行きたいなと思ったら、テンポ200って結構速いんですよね。このテンポなんで結構大変なんですけど、これもだからテンポをやっぱりこれぐらいで、あれいいんやーみたいな、こう力入れて、ワン、ツー、スリー、フォーでやってから200に戻すと、まあこれ見てる人もそうかもしれないと思うんですけど、まあ、こう手は全然追いついてないけど、今ねちょっとなかなかこうドラムセットがこれだと僕もちょっとついていかないところがあるんですけど、こうやってやるとなんかこう手は回んなかったけど、あれなんかこう16の拍って結構その空白あるよねみたいな感じで見えてくると思うんですね。だからこう速いテンポになれることによって、ゆっくりのテンポの間のここがすごくこう広がって見えるというかね。だからその速い速度で演奏するためだけじゃなくて、速い速度で演奏することによってこう一拍の長さをこう広く感じたいみたいなのがあるんですよ。なのでこう16分音符でテンポ200でっていうのはすごく練習したい、していただきたいというわけで、どうやったらその速度が上がるかっていうと、やっぱり力が入ると上がらなくなるね。こう結局力でいくとこう全部手で動かさなきゃいけない。でもリバウンドを使ってれば早くてもいけるね。これはもうデイブ・エクリンすごい散々言われましたけど、見てもらった時に、もうとにかく君は力がずっと入ってるからじゃなくて、こう10メモリがあったらもう2ぐらいまでしか力入れずに、あとはスティックに仕事させなきゃダメだよってずっとこう言われたんでね。でこういうのを練習していただけると、こうまあ早いテンポでってことは、もっと早くリリースしなきゃいけないってことですね。でその速度感っていうのを身につけることによって、やっぱ音色も良くなっていくし、その拍のタイムも良くなっていくんで、まあ200って意外と大変ですけど、やっぱり200ってすごく一つのこう基準だったりするんで、その練習をするためには肩にぐーっと力入れてパッて、ぐーっと力入れてパッて緩めるっていうのをやっていただけると、意外とあとその揺さぶり奏法ね、100、160でダメだったら
もう思い切って180やっちゃうとか、210が死ぬ方は240ぐらいでやってみてみたいな。その時はこうあんま長くなくていいんですよ。でそしたら210で安定して、まあね、1分とか叩けるとすごいいいよねっていうお話でございました。なので僕のまあ推奨する練習は、とにかく脱力の仕方と、あとは、この練習する時に1回高速にして戻すっていうところが大事ですねっていうお話でございました。というわけで本日も、最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。